月に一度の、検索トレンド Q&A が、いつも、始まりました。どうぞよろしくお願いします。今日のメンバーはいつもの3人でございまして、村山さん、篠原さん、それから、伊藤の3名でお送りしております。どうぞよろしくお願いいたします。あ、準備中だったのでちょっと変えなきゃ。今日はあれですね、前半、いつもの、アジェンダに関していきますと、出て流れとして、先月の振り返りっていうのを、サープのデータを見ながらですね、篠原さんと村山さんに解説してもらったり、しておりますけれども、ちょうど昨日ですかね、アナウンス、昨日なのか、その前の深夜なのか、Google の方から、コアアップデートのスパムアップデート、それから2ヶ月後ですけども、サイトレプテーションアビューズ関連のアップデートという、この3連コンボ、なのか、4連コンボなのか、5連コンボなのかっていうところですけども、非常に、大規模な、アップデートの方が走るということで、こちらちょっと、検索トレンド QA の方に、合わせて、ちょっとロールアウトしてくれたのかもしれないですけども、石原さん、これから1ヶ月、2ヶ月、ちょっと忙しくなりそうですね。そうですね。現実逃避をしたくなるっていう、感じになって、すでに今僕の、映像が現実逃避してるんですけども。そうっすね。はい。ちょっと貴婦人スタイル。貴婦人スタイルで。そうですね。はい。貴婦人として過ごしたいと思います。こんなのぶとい声の貴婦人いないと思いますけどね。ちょっと今日はヘプバーンって呼びます。ヘプバーン。ヘプバーンで、はい。はい。で、村山さんは今日は西部警察の大門軍団風で参加いただいていると、はい、爆破させていきますサングラスはエフェクトかかってるんですけど、ヒゲの方は多分エフェクトかかってないですよ。ヒゲは多少かかってる。ヒゲだけエフェクトで、あごヒゲはリアルです。ああ、なるほど。Google も優秀ですね。優秀です。ちゃんと入ってるじゃあ、ちょっとですね、早速、中身の先月を振り返りしつつ、今、発生している、ロールアウトをし始めているアップデートの方も含めてですね、皆さんとちょっとキャッチアップしていければなと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと早速始めていきましょう。はい、今、まあ、ご挨拶の方はさせていただきましたので、中身の方に行きたいと思います。アジェンダはこんな感じでございます、ということです。はい、じゃあ、サープトピックから行きましょう。直近のサブトピック、こちらグラフの方がですね、左端、横軸の左端が10月を起点にして、直近の3月までになってます。で、縦軸が、変動率、順位の変動率になりますね。というところになりますけれども、はい、こちら全体感として、シュラさん、3月、1月以降か、のところの動きになりますけど、このあたりいかがでしょうか。はい。まあ、そのグラフ見ていただくと、まあ、縦軸に上がれば上がるほど、変動率が高いといったところで、まあ、よく動いた。検索全体でよく動いたみたいなところになるんですけども、2月からの動向を見ていただくと、この10月から、3月の頭までのデータなんですけど、2月からの動きを見ていただくと、まあ、非常にその動きがちっちゃいといったところになってまして、で、まあ、そのままなんですけども、2月から、の1ヶ月っていうところに関して言うと、本当に、まあ、動きが小さかったかなと。まあ、今までに、こう、ないぐらい動きが小さかったような、1ヶ月間となったかなといったところになっております。うん、はい。じゃあ、これちょっと、次のページを覗いてみましょうかね。はい。カテゴリー別。そうですね。で、こちらも、全体的には、下の方に、まあ、変動率が低くなってるんです。ような動きになってます。で、一部その、ウェザーって言ったところがすごいガチャガチャしてるところはあるんですけども、こちらに関してはその、まあ、ホストが、一つのサイトの、ホストが、複数出てきたりとっていうところの動きがちょっと増えていたりとか、あとはその、スパム系の、サイトがちょっと、このウェザーのジャンルに関しても、まあ、増えていたといったようなところがあるので、なんていうんですかね。まあ、通常のちょっと変動とは少し違うような、ちょっとノイズっぽい感じの変動にはなってるかなと思います。うん。村山さん、コンサルタントの現場的には、この、しばらく前に2ヶ月ぐらいですかね、1月以降のところ。比較的動きとして落ち着いた感じですかね。
そうですね。検索結果としては、やはりこの1ホストあたりの URL 数が増えたことが主な要因として、変動率としてはすごい大きく動いているように見えるんですけども、うん、まあ、その1ホストの URL の恩恵を受けたウェブサイトは、まあ、インプやクリック、インプは伸びてはいるかなと思うんですが、やっぱりそのユーザーも一つの検索結果にある複数の URL をクリックするかというと、まあ、クリックする人もいるが、そんなにみんなクリックしないみたいなところがあるので、まあ、インプは増えているけど、クリックはあまり増えない。が、しかし順位を表すスコアは上がってる。みたいなウェブサイトはちらほらあるなというふうな印象です。うん、だから結構これあれですよね。その、なんつうか、頻度高くというか、定期的にモニタリングするという習慣がないと、うん、ある時パッと見ても、これ何だったっけとか、なんでこうなってんだっけっていうのが、なかなか説明しづらいというか、うん、そんな感じにはなるかもしれないですよ。うん、そうですね。まあ、検索結果上での変化と、あまりウェブサイトへのトラフィックへの変化っていうところが、すごい必ず結びついているかというと、そうではないことが多かった1、2ヶ月なのかなと。うん、そうですね。そういった意味で言うと、ちょっとあれですよね。ちゃんと印を残しておかないと、1年後見たときによくわからないとか。うん、はい。なんかそういったこともありそうですよね。そうですね。このスコアをなんか KPI とかにしちゃってると、後々辛いこともあるかもしれないです。辛いことになりますよね。くれぐれも皆さんちょっとお気をつけください。はい。じゃあ行きましょう。次。はい。こちらちょっとソーシャルメディアの方にフォーカスをしたレポートになりますね。こちら、篠原さんお願いします。あ、はい。こちらは、まあ、まあ、Twitter とか Instagram、YouTube みたいなところの、動きになっています。で、見ていただくと、多分以前のこの回で、ご報告させていただいたんですけども、まあ、YouTube がすごい検索結果上で増えてますよって言ったところが、2月の頭に、あたりで少し落ち着いてきたかなといったところになっております。赤い線だ。赤い線ですね。はい。って言ったところが、まあ、まあ、目立ったところかなといったところではあるんですけども、まあ、2月全体の動きを通してみると、やっぱりその全体の動向と、似たような形で結構落ち着いてきているかなというところがあります。はい。だからあれですよ、その突出したタイミングで、ソーシャルメディア系の、サープでの、その、まあ、インプレッションというか、プレゼンスっていうのが YouTube がガッて上がったんですけども、上がって一番多くなったんだけども、落ち着いて元の、まあ、序列と言ったら、ちょっと、言い方変ですけども、うん、っていうようなところに戻ってるって、そんな感じですかね。そうですね。はい。うん、はい。一般開放、ブルースカイ。まあ、少し話題になったので、ブルースカイの、動向も少し加えてみようというところで、追加をしてみました。で、まだ、これ、なんていうんですかね。対数メモリなので、かなり、こう、凝縮された見え方にはなっているところだけ注意していただければと思います。まあ、ブルースカイが、解放されてから、若干その検索結果上にも、まあ、出てくるっていったところでは、なっていて、で、まあ、直近でも少しずつ伸びているよというようなグラフになっています。で、ただその、まあ、ちょっとメモリの話もあるんですけども、ちょっと1ページ前のところを見ていただくと、はい、全体で見ると、まあ、こういう、もう、ほぼ、何も動いてないかのように見えるようなところなので、まだ影響度としては、そんなにないですし、おそらくその、検索結果で見たことあるっていう人も、あんまり、ブルースカイを見たことがあるっていう人も、あんまりまだいないんじゃないかなっていうようなところで、ちょっと小さく動いてますよぐらいの、ものになっています。はい。ありがとうございます。はい、このトレンドとしては、こう、ぐぐっと来てるよと。まあ、絶対数は、ちょっとわからないけど、はい、ということですね。はい、はい。じゃあ、ハッキングスパム系 CCTLD ドメインのところのモニタリングとか、こちらも、毎月、ご報告してますけども、こちらどんな感じでしょうか。はい。こちらもですね、CCTLD ベースで取っている、まあ、ハッキング系の、スパムの、まあ、スパムと思われるものっていうところで、推定のところで出しているものなんですけども、まあ、横のスパムアップデートが去年の10月に起こってから、まあ、どんどん下がっていって、まあ、今のところちょっと落ち着いているかなといったところになっております。はい。今あれですね、ちょうどロールアウトしている2つ のアップデートが、1つがコアで、もう1つがスパムアップデートですよね。はい、そうですね、はい。このあたりもしかするとまた動きが今回あるかもしれないと。はい。
それを篠原さんがまとめると。ありがとうございます。そうですね。はい。はい。じゃあ次。これはちょっとあれですかね。特定ドメインにフォーカスを当てたレポーティングになりますかね。そうですね。はい。先ほどは、その、まあ、海外の、CCTLD のドメインで、抽出して、だいたいこれぐらいのスパムがあるんじゃないか、みたいなところで、推定で出してたんですけども、直近でなんかその、検索結果上にドットクリックっていう入っているような、ドメインのスパムが、すごくたくさん出てきているな、といったところがあったので、ドットクリックの、動向っていったところをすべて、出してみました。で、もちろんそのドットクリックの入ってるドメインが、すべてスパムっていうわけではないので、この、これらの、サイトが全部スパムってわけではないんですけども、そこの1月の末ぐらいからポコッと上がってるところに関しては、ほぼスパムのサイトが多かったっていうようなところで、なんかその1週間だけこう、検索結果に表出して、次の週にはもう消えているみたいなところが、あったりしました。で、ちょっと注意し、ま、特にその、ウェブサイトのオーナー側としてなんか注意することは特にないかなとは思うんですけども、その検索したときに、まあおそらく明らかに不自然なタイトルのドットクリックのドメインだったり、まあ他の、もちろんそのドメインのサイトもあったりするんですけども、まあ、明確に不自然なドメインというのはあんまりクリックしない方が良いかなと思っておりまして、でこのサイトに関しても、クリックすると変なページにリダイレクトかけられたりとか、あとはその変なポップアップが出てきたりとか、まあ、ちょっとそういった怪しい動きっていうのがあったりするので、まあ、すごい基本的な話ではあるんですけども、変な、サイトを見つけてもあんまり不用意にクリックしないようにした方が良さそうだな、というようなところになります。ドットクリックってあんま使いたくないと見えるような感じしますね。そうですね。あんまり使わないですね。無理はするとして、無茶ぶりだけど。ちょっとじゃあ、篠原誠ドットクリックというドメインを買ってきますかね。あ、なんか、煽られてる感じしますよね。すごいな、こんなドメイン見やがる。まあでもなんか、アダルトが水色ですよね、多分。はい。が多いっていうのは、そんな感じがするなというイメージ。ドットクリック。はい。次、規制サイト。これも長らくモニタリングしてるやつですね。はい。で、こちらは規制サイトの動向で、はい、まあ、どん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 、こう、検索結果上のプレゼンス自体は下がってはいるんですけども、まあ、比較的、まあ、この辺もなぎかなといったところになってます。で、今回のアップデートで、まあ、これに関しての発表といったところもあったので、ちょっとモニタリングした上で、どんな動きがあったかなといったところを見ていければと思います。ここ注目ですよね。そうですね。まあ、うん、大体的に、指名で、出されているので、どうなるのかなという感じですもんね。はい。これまでね、海外ね、日本でも規制サイトって言った言い方をしたり、海外だとパラサイト SEO みたいな、そんな言い方でしたけど、今回なんか Google の公式ドキュメントで、サイトレピテーションアビューズ、サイトの評価を乱用するっていう、名称がちゃんと正式に付与されて、しかも2ヶ月前アナウンスっていうことなんで、うん、結構しっかりやってきそうな感じがしますよね。はい。じゃあ行きましょう。じゃあ、バックリンクとランキング動向。こちらもいつも調べてくださってるやつですね。こちらお願いします。はい。こちらも定点観測で、ランキング体とその、ドメインの、まあ、サードパーティーツールのものなので、必ず Google の評価しているものと一致するとは限らないんですけども、まあ、一応目安として、どんな強さのドメインが、出ているかといったところを見ております。で、まあ、2月いっぱいといったところを見てみると、そんなに大きな動きはなかったかなとは思っております。で、ちょっとだけ、まあ、なんか、その1月の、中旬から2月の、頭ぐらいにちょっと上がっているように、6位以降の、ランキング帯の、平均のこのレーティングが上がっているようには見えるんですけども、これはその、ホスト、一つのホストが、複数、出てくるようなところに、に連動してまして、まあ、要は強いサイトが、2ページ目にも3ページ目にもいっぱい出てくるみたいなところが、まあ、このタイミングからさらにちょっと強化されたっていったところがあるので、まあ、全体的に、6位以降のドメインの強さ、6位以降に表示されているドメインの強さの平均が、まあ、上がったっていうような解釈の仕方となります。はい。この後ちょっと見方注意ですね。さっきの冒頭の村山さんの話ともつながりますけども、
より今の SARP の傾向っていうのが、一つのドメインが結構分散して出ちゃったりとかするので、ちょっと見づらいですよ。このあたり結構あれですよね。間違いそうですよね。気をつけないとって思いますね。ありがとうございます。はい、ユニバーサル検索の方も見ておきましょう。はい、こちらはまあなんか割とちょっとガチャガチャしてるところがあるんですけども、まあそんなに2月に関しては変わった動きはなかったかなという所感になります。はい。大きな動きなしということですね。そうですね。はい。さっきの、あれとはまた別、そっか。冒頭の方の YouTube の露出の部分とここは連動するものなんでしたっけ？あ、しないですね。しないものですね。はい。はい、あれは YouTube のドメインが、検索結果、自然検索の中でどういうふうに出ていたかっていうもので、ここに書いてある、あの真ん中の多分ピンクのラインとかがビデオって書いてあると思うんですけども、それに関しては、検索結果に出てくる、いわゆるユニバーサル検索の動画って書いてある、なんか動画で3つぐらい出てくる枠の話になってます。ですね。なので、テンブルーリンクって、まあ、いわゆるオーガニックな通常の自然検索の検索結果で、通常、まあ、いわゆる、純粋な SEO の、施策をやったときの、変化を見るとき、そちらの方を見ることが多いんだけれども、ここで今フィーチャー、紹介してくれているのは、いわゆる挿入されている要素の部分ですね。で、その中には、にも動画という枠があることもあるし、通常の検索結果の中にも、いわゆる YouTube で URL が普通にヒットすることもあるし、そこは今、別々のレポートですよ。そんな感じですよね。あ、はい。はい。強調するネット。これも、なんか昨日記事とかなってたな。はい。SGE で混同していて。そうですね。これはまあ、ちょっと増えてるかなぐらいで、なんか目立った動きではないかなっていう、僕の印象ではあります。はい。わかりました。はい。出た。でれん。これだけ見ると、でもあれですよね。なんか、すごい自然にちょっとずつ伸びてるような感じがあるんですけど、その、12月の頭から、その10月までのラインが大体今までの普通だったので、これ本当に極端になんか、特定のホストが複数出てくるっていう状況が、まあ2月、1月の末から2月の頭に関して、まあ増えているっていうような状況になっています。はい。うん。これ面白いですね。これなんか流れでいくと次上がりそうな、階段上でいくとなんか次上がりそうな感じがするけど、コアがあるからなんかよくわかんなくて、この辺も変わるのかな。どうなんですかね。なんかちょっと極端すぎて、以前、村山さんが、おっしゃってたんですけども、まあ、これが本当にいい検索結果なのかっていうと、結構微妙なものが多かったりはするので、はい。ちょっと変わんないかなとは思ってるんですけどね。結構、ね、成果確認するときとかどうなんですかね。そういうちょっと、まあ、純粋にサープを集計するってアプローチもあると思いますけど、いわゆるあるクエリに対して、一つのドメインが最も高い順位をキープできているもの。トップランクとの URL だけ、例えば、計測して、した方が連続性を見れたりとかするのかもしれないですね。そっちの方もそうしかでしてクリックとの関係で見ると、比較的連続性はあるのかもしれないですよね。ちょっと手間かかっちゃいますけどね。すね。はい。そうですね。うん。これに該当するかい、えっと、これに該当するサイトとかだと、多分 URL 別の、URL のインプレッションとかを取ると、多分すごい増えてるみたいなことになったりはするので、まあ、伊藤さんがおっしゃってたような、そういうトップの、推移っていうと、サイトのインプレッションで取ればいいのかな？とかで見ないと、ちょっと数字がなんか跳ね上がっちゃってる。表示回数が多分跳ね上がることにはなるかなと。はい。結構これなんか、もしね、外コンサルティング会社さんとか、ご契約されている企業さんとかあった場合、多分同じようにそういう URL に対してポイント付与して、全体のマクロな露出の度合いみたいなものを、ファインダビリティとかビジビリティみたいな名前でレポーティングもらってる会社さんもあると思うんですけど、会社さんによって多分そこの計測仕様とかって違ったりとかすると思うんで、多分確認した方がいいかもしれないですよね。なんか、ある会社さんとかだったら、そのあるクエリーで、あるドメインが最も上位に出ているものだけを集計対象にして、それ以外は除外するみたいなケースもありますし、ある会社さんとかだったら、普通に、単に、順位に対してランク付けをして、レポーティングしてるケースとかもあったりするのを思うので、そうやって計測しようとか確認した方がいいかも
しれないと、ちょっと聞いてて思いました。はい。次、ホストあたり、あ、これは、これ、お願いします。同じやつの傾向ですね。はい。はい、そうですね。はい。ドイツホストの、まあ、URL 数が、まあ、表示枠数で、まあ、特にその2枠目以降っていうのが増えたっていう、まあ、さっきの、内訳を見たような感じなので、まあ、これ自体はそんな、そのまんまの感じですね。はい。そんな補足なしですか？わかりました、はい。了解です。これはどうでしょうか？これも、何枠目が、表示、複数表示されているホストっていうのは、じゃあ何枠目がいっぱい表示されているのかなっていったところで、見た図になります。で、これは、まあ、まあ、書いてあるままなんですけど、さっきをもう少し、ドリルダウンしていくと、2枠目以降ではだけではなくて、3枠目以降にも、まあ、ちょっと増えてきているよというようなところになっています。ありがとうございます。一般サイト増減の事例ということで、はい。はい。これがですね、さっきの、まあ、伊藤さんの話じゃない、話とちょっと近いところになると思うんですけども、いわゆるその、ファインダビリティスコア、まあ、JADE ではビジビリティスコアっていうふうに呼んでるんですけども、うん、ビジビリティスコアで見たときに、複数ホスト、一つのホストが複数出ていると、その、やっぱり跳ね上がったりするんですね。1位と、まあ、11位に出てると、1位と11位のスコアを合算して出しちゃうので、ちょっとその、検索結果上にものすごい表示が増えているみたいなところにはなってるんですけども、ちょっと左の図で最上位の URL って言ったところを見ていただくと、一番上の URL のスコアだけを見てみると、そんなに実は変わってないみたいなことが、いろいろなサイトで起こっていたりします。で、ちょっとこのサイトに関して言うと、まあ、指名クエリで特に伸びているっていうところ、こういう、複数枠が出てくるっていう傾向が顕著に見えるんですけども、で、まあ、指名の方でも少し、強まっているというような動きが見えたりします。これいいですね。冷静になれるレポートというか。そうなんですよ、ね。わあ、増えたとかって思っても、実はその、最上位の URL のスコアを見ると、そんなに変わってないっていうのが、うんうんうん、まあ、結構あったりします。村山さんなんかレポーティングの中でこういう見方するときとかもあったりします？ほぼないですね。ほぼないですか。でもまあ、うん。クエリの順位をそこまで追ってないというか、どちらかというととかの方が大事かなと思っているので、うん、こういう全体の傾向を知るというのは大事かなと思うんですけど、そうですね。クエリが増えた要因としてこういうことがあるのかな、みたいなところをよく見るかなと思います。なんかその、インプレッションがインフレを起こしてるけど、それほどクリックの方に影響出てないみたいなところとかで、うん、ここ冷静に見るにはちょっといい。いいアウトプットかなというふうに、なんか個人的には思いました。これも同じような感じですかね。あ、そうですね。はい。こちらは同じような感じになっていて、で、これは逆のパターンで、はい、2枠目以降の、URL の表示数が、増えたんだけど、2月の真ん中ぐらいに急に減ってしまったと。で、全体のサイトのスコアとして見ると、なんか、あ、すごい下がってしまったみたいな風に見えるんですけども、やっぱり最上位の URL を見てみると、実はそんなに変わってないって言ったところで、一つのホストが、例えば、なんか一つの検索結果の中に10個ぐらい出てて、なんかすごい、スコアが上がったけど、実は、最上位はそんなに変わってないみたいな見え方のものになります。これもいいですね。なんか、インプレッション落ちたぞって慌てる必要もないよっていうところにもなるんですね。はい。はい。公的サイト1枠目傾向。はい。はい。で、公的サイトの動きはどうなのかなっていったところになっているんですけども、まあ、これはなんかあんまりそんなに変わらなかったというようなデータになっています。はい。1枠目ですね。はい。で、ところが、まあ、2枠目以降っていったところを見てみると、これらの、ちょっと、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、すごい公共機関系の、ドメインっていったところが、2枠目以降が割と全体的には伸びてきているというようなところがあります。といったようなところですね。まあ、なんか、いわゆるその、強いドメインっていうすごい雑な言い方をすると、そんなところが、まあ、比較的表示されやすくなっているな、というようなところが見えて取れるようなものになっています。はい。こちらどうでしょうか。はい。で、こちらはですね、防衛省のサイトといったところで、
まあ、3は、これはなんかちょっと珍しい例なんですけども、さっきの全体像で見ると、その GOJP だったりとか ACJP って言ったところは表示枠が増えているって言ったところがあるんですけども、まあ、中にはそのちょっと調整されて、2枠目以降の URL 数がちょっと減っているといったようなところが、見えるサイトもあるといったようなものですね。これ防衛省のサイトになります。ただ、まあ、最上位の URL 見るとそんなに別に大きく変わってるわけではないかなというところになります。あ、GPT コンテンツ。これが、これが。はい、そうなんですよ。これちょっと、今後、今回のアップデートとかでもどうなるのかなっていうところで、まあ、多分あんまり、今回だとまだあんま変わらないのかなっていうところではあるんですけども、まあ、チャット GPT のみで生成しているコンテンツっていったところが、まあ、急に、急進しているっていうところがあったので、まあ、これが、今後どうなるのかといったところをちょっとまた、ウォッチでできると、まあ、いわゆる AI 生成コンテンツの動きっていうのも、まあ、多少、どうなるのかなって見えてくるかなというところになります。うん、まあ。どれぐらい Google が捕得してるのかっていうのがね、まず今回のようですね。はい。じゃあ、ちょっと終わりの方になりますけど、ニュース。こちらいくつかありますけども、やはりコアの部分のお話をちょっとみんなでしておきましょう。ということで、コアアップデートとスパムポリシー更新案とスパムアップデート発表ということで、ちょっと読み上げますと、まあ、コアップデート、最長1ヶ月ほどで完了というふうなアナウンスが来ています。通常のコアップデートよりも複雑なアップデートですよということも、もう公式ドキュメント、公式のアナウンスがなされているような状況ですね。で複数のコアシステムに変更しますと。コンテンツの有用性を識別する方法が進化するというようなものですね。で、先にちょっとスパムポリシー更新&スパムアップデートというふうなところ。こちらも2週間ほどで完了というふうに書かれております。三つの新しいスパムポリシーを発表しました。期限切れドメインの悪用、ダメ用。大規模にそういう低品質なコンテンツを、まあ、生成するっていうところダメ用。で、サイトの評判の悪用、ダメ用というような、内容のものになっておりますと。で、このスパムポリシー、スパムアップデート、実は Google のサーチのステータスダッシュボードですかね。あちらの方を見てもらうと、コアとスパムアップデートの方は、すでに今、ロールアウトのフェーズに入っているんですけども、このサイトの評判の悪用に関してのみ、タイミングがずれて5月5日の子供の日に、ロールアウトされるということで、ちょっと事前告知が入っているというところですね。まあ、こういったところを含めたところで、まあ、発表の内容であったりとか、まあ、所感みたいなところを最後ちょっとみんなで話し合って終わりたいなと思いますけど、村山さん、このあたり、いかがでしょう。まあ、コアアップデートは年に3回から4回あるとは、今までの経験から見ているんですけども、まあ、それと同時にスパムアップデートが、ロールアウトされたっていうケースは、結構、初見に近いのかなという気がしています。いつも、なんか、コアアップデートがあっても、スパムであったり、レビューアップデートみたいなのは、時期をずらして行っていたので、まあ、それを今回合わせてきたのは、すごい、興味深いな、というところですね。とは、まあ、サイトの評判の悪用は、まあ、規制サイト系のものだかなとは思うんですけども、これが、規制される側に対しても、側に対しても、まあ、評価が落ちるのかどうか、みたいなところはとても興味深いなと思っていて、なんか期限があるので、まあ、もしかしたら側の方も影響があるんじゃないのかなっていう気もしています。これ、昨日社内でね、ちょっと JD のコンサルタントメンバーがみんな集まるミーティングの中で、このあたりちょっと共有したときも、永山さんも、弊社のファウンダーの永山の方も、珍しいって言ってましたよね。スパム系のやつとコアのやつ、うん、普通は分けるんだけど、うん、今回一緒っていうのはちょっと言ってます。珍しいって言ってましたね。お、白田さんどうですか？あ、森山さんごめんなさい。あ、すいません。期限切れドメインの悪用っていうのは、おそらく中古ドメイン購入して、うん、新しいコンテンツ被せるみたいなものなんですけど、これはなんか、ここ1、2ヶ月ちらほら落ちてるのを見かけたので、もうすでに、まあ、先んじて、というのは、傾向としては見受けられたなって気がしています。特に1月の末ぐらいですかね。なんか数サイト一気に同じようなトレンドブログが落ちていったので、おそらくテスト的に先にやってたケースはあるんじゃないかなって気がしています。
あれも、あれですよね。その、中古ドメインが悪いのか、トレンドブログが悪いのかよくわからないっていう、単にサイトの品質の問題のようにも見えるっていうのはちょっと難しいと思うんですよね。そうですね。白田さん、このあたりのロールアウト予定のものも含めて、所感どうでしょうか。あ、ちょっと悪い人になってますよ。そうですね。ちょっと、はい、規制サイトのところで、規制サイトを提供している会社がどういうふうに動くのかなっていうのがちょっと気になるところで、ちょっと悪い画像にしてみましたが、特になんか言いたいことはないんですけど。いや、なんかこの、なんかですね、この2ヶ月前アナウンスっていうところが、こう、ちょっとなんていうんですか、いろいろ思うところが、いろいろ思うところで、やはりこの事前アナウンスっていうところ、この2ヶ月の間になんかいろいろ動きが、やっぱりサイト運営側というか、パラサイトコンテンツ、発注側というか、あるいはそういう提案側の方も含めて、いろいろこう、動きというかね、そういった部分っていうのありそうですよね。例えば、削除するとか、うん、引っ越すとか。うん。うん、そのあたりのなんか動きっていうのはいろいろこう見ておきたいところなのかなと。で、まあ、当社の方でもいろいろ、そのあたりのコンテンツに関してのリストっていうのは、サープ、プロジェクトサープのチームの方で、白野さん中心に、マネージされていらっしゃるので、そのあたりの部分とかっていうのをぜひ、このあたりの動きがあったときに、どういう動きがあったのか、みたいなところとかっていうのをぜひみんなで振り返りができればな、というふうに思っております。だから2ヶ月後、シュラさんが、いなくなっちゃったし。悪いシュラさんが、悪いシュラさんがいなくなっちゃったし。あ、綺麗な、貴婦人の篠原に。貴婦人の方に。そう、貴婦人のシュラさんにしかもうなれないみたいな感じになるかもしれないということですね。はい。ということで、結構今回 Google の方からの公式のアナウンスメントとしては、公式のドキュメントとしては、二つぐらい出ていて、で、一つはサーチエンジンランドの方に、バリー・ショルツが、インタビュー仕掛けて、それで発表している、まあ、回答しているものがあると。で、一部、その中で、サーチエンジンランドの方で語ってる内容で、公式ドキュメント側の方では語られていないものとかってのもあったりとかするので、ちょっと今回、そういった意味で少し情報分散している部分もあるのかなと思うので、公式ブログの方と、それから、もう一つ、ザ・キーワードという Google の公式ブログ、別の、あれですね、ブログ記事の方があったりするのと、あと、サーチエンジンランドの方の記事と、またちょっとフォローしてもらえるといいのかなというふうに思いますので、ぜひ、見ていただければなと思います。はい、最後ちょっとお知らせになりますけれども、弊社の方のウェビナーですね、の方に関しまして、告知の方をさせてください。これ、広告関連の方のウェビナーの方になります。3月28日ということで、今月の、末になりますけれども、データビートという広告のパフォーマー、レポーティングツールの、なんですかね、こう基盤の部分でのご提供されている、まあ、サービスされていらっしゃるアジトさんと、ジェイドの、弊社の方の小西の方が、ご一緒に、共催のウェビナーの方を、実施させていただきます。で、タイトルが、意思決定のスピードとレベルが上がる広告レポーティングということで、こちらのビッグクエリ活用の部分になりますけども、非常に、なんですかね、前処理の部分っていうのデータビートさんとかで、アジトさんとかで、そう、こう、いい形でやってくれたりとかする、ツールを提供されていらっしゃいますけども、その、ハードルを少しでも下げるっていうところに関してお話がされるんだろうな、というふうに思っております。ぜひこちらも無料ですので、どしどし、ご応募いただければと思います。それから、こちら、弊社の方でご提供しております、SEO のモニタリング分析ツールのアミジストでございます。国内のツールって非常に珍しいですね。いわゆるクロールインデックス周りのところの分析というのを非常にスピーディーに簡単に、それから見やすく提供しております。また、同時に、いわゆる検索クエリーと、ランディングページの方のレポーティングですね。そちらの方も、いわゆるサーチコンソールのデータ、まあ、サーチコンソールの UI、から取れるデータって非常に限られていますけども、いわゆる最大限データの方を取ってきて、それをビジュアライズして見れるようにする。で、そのフィルターの仕方も非常に柔軟
になっているものになります。で、表示も非常に早いということで、導入されたお客様からは非常に好評いただいているところであるんですが、今もどん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 どしどし進化をさせている途中のツールでございます。こちらの方もですね、いろんなプランご用意しておりますので、ご興味ございましたら、お気軽にご連絡いただけますと、弊社の方の担当の方から、各会社様のですね、ニーズをお聞きしながらですね、こんな活用の仕方でできるかもしれませんね、というような、お話もさせていただければなと思っていますので、ぜひ、ご連絡いただければと思います。はい、配信の感想やご要望ですね、お待ちしておりますので、ぜひこちらのフォームの方からご連絡くださいませ。動画の概要欄からアクセスが可能になっております。当社の、ソーシャルアカウントですね。最新情報をこちらの方から発信しております。X の方のアカウント、それから YouTube のこちらのチャンネルの方ですね。もしまだ登録されていらっしゃらないようでしたら、この2つぜひ登録いただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは今月もですね、ちょっとすいません。ちょっと7分ほど遅れてしまいましたけども。内容盛りだくさんでお届けしました。来月もしかしたらアップデートの方ですね、動き少し、モニタリング、中間モニタリングできるかもしれません。ということで、お楽しみにしていただければと思います。それでは今月も、どうもありがとうございました。それでは終わりにしたいと思います。皆さん、さようなら。ありがとうございます。ありがとうございます。